バックキックの入門のスタンプとビギナー1。慣れてきたら組み合わせてやってみましょう。左に屈曲、右に伸展の刺激を入れます。ここでは左スタンプ、右ビギナー1、左スタンプで1セットとしてやっていきます。これを3セット行うのが理想です。回数は少しきついと感じるくらいできるといいですよ。このバックキックサーキットの難易度は低めです。さあ、セルフアジョストしましょう。左スタンプ、右ビギナー、左スタンプの組み合わせです。スタンプは左を動かして矯正しています。最後の1回は3から5秒止めましょう。右ビギナーをします。ビギナーは右を動かして矯正します。股関節から動かし膝の裏を伸ばす。最後の1回は3から5秒止めましょう。左スタンプをします。スタンプするように踏むのを繰り返す。最後の1回は3から5秒止めましょう。この組み合わせで1セットです。体力と相談しながら2セット、3セットとやっていきましょう。チャンネル登録、いいね、ぜひぜひお願いしてます。あ、なんか噛んじゃった。とりあえずチャンネル登録しよっか。